グレナード・ピー・リプス・コムはアメリカ海軍の原子力潜水艦。艦名はカリフォルニア州選出会議員、グレナード・ピー・リプス・コムにちなむ。グレナード・ピー・リプス・コムはアメリカ海軍の潜水艦としては、タリビーに次いで2番目に原子力ターボエレクトリック方式を採用した潜水艦である。試験艦としての性格が強く同型艦は建造されていない。 原子力潜水艦で主流の機関は原子力ギアードタービン方式であり原子炉の二次冷却系統から得られた高圧蒸気によって蒸気タービンを回し原則ギアボックスによって回転数を減速調整してプロペラシャフトに伝えスクリューを回して推進力を得ているしかし減速ギアボックスの複雑な機構と多くのギアの動作は原線にとって 最大の騒音源となる。ターボエレクトリック方式では、二次冷却系統の高圧蒸気によってタービン発電機を回し、得られた電力で電動モーターとこれに直結されたプロペラシャフトを回して推進力を得ている。すなわち、ギアボックスを廃止することによる静粛化のほか、ギアードタービン方式よりもシャフト回転数の微妙な 調整が可能になることによる相関の柔軟性が期待できるのである。しかし、これらの利点があるにせよ、ターボエレクトリック方式は、電気系の増設とそれに伴う重量増大を引き受けなければならないほか、ギアードタービン方式に比べて効率が劣るせいで、速力が低下するという問題があるため、旧ソ連時代の一部の潜水艦やフランス海軍の原子力潜水艦を除けば、 ほとんど採用されていない。実際、本館の建造にあたっては、スタージョン級の設計が大幅に流用されたが、排水量で20%強、全長で約30メートルも大型化し、ただでさえパワー不足が指摘されつつあった S5、ワット原子炉を元にしたパワープラントを装備した本館は、速力においてもスタージョン級に劣るものとなってしまった。 蒸気のような問題点に加え、複雑な気候の信頼性が不安視されたこと、ターボエレクトリック方式の動力プラントが効率に欠けることなどから、本館は1985年には事実上の退役に追い込まれた。ほぼ同時期に、原選の静粛化の試みとして取り組まれた、兄弟分のナーワルにより自然循環式原子炉の技術的知見が後に生かされたのとは、 全く対照的な道筋をたどったのである。グレナード・ピリプスコムは1971年6月5日にコネチカット州グロトンのエレクトリック・ボート社で寄港する。1973年8月4日にリプスコム夫人によって命名、浸水し、翌1974年12月21日にジェームズ・カイコール・ドウェル艦長の指揮下収益した。収益式では メルヴィン・ライアードがスピーチを行った。グレナード・ピー・リプスコムは1990年7月11日に退役し、1997年12月1日に原子力艦再利用プログラムに基づきピュージェット・サウンド海軍造船所で解体された。ありがとうございます。